はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビーです。では今回は栄冠ない続きをプレイしていきたいと思います。前回ようやく甲子園の、ね、出場を果たしました。そのメンバーをね簡単にご紹介していきましょう。まず1番なんですが、田代くん、走力が S ですね。盗塁がね、まだ得意ではないので、この足の速さを生かして盗塁スキルを上げていけばガンガン走れるランナーになってくれるかなというふうに思っています。2番はジャパンの4番を打った稲葉、2年生です。パワーをもう少し上げて長距離がね、打てるような打者に育てていきたいと思っています。そして孤高の天才前田、パワーヒッターをつけて1試合3ホーマーっていうね、爆発力も持ってるんですけども、まあ、これに、ね、率がついてくればいいかなというふうに思っています。そしておかわりくん、まだパワー B なんですけど、パワーヒッター広角打法、満塁男に威圧感っていうね、こんだけの能力を持っています。まあ、三振と併殺はどっかで消していければいいかなというふうに思っています。で、5番、小向井くん、ミート S パワー A、 もうしっかり育ってくれた感じがしますね。そして6番の小川くんですね。小川くんもミートパワー70超えてます。で、7番岩下くん、意外と一発があるんですよね。パワーは77。そして石塚くん、肩 A、 で守備力と捕球ももうすぐ芯に乗るかというところまで育ってきてくれています。で、先発は原井、それと藤村の2倍看板でやっていってます。ではこれでね、プレイの方続きをやっていきましょう。では甲子園の1回戦目になります。相手の高校は総合戦力 B です。で、今回の注目選手は前田選んでいます。まあ、初戦を突破したいかな。深紅の大優勝旗、これを千葉県に持って帰りましょう。あの、打線の威力では決してね、強豪校にも負けない力があると思うので、これまで通り予選通りですね、打って打って打ち勝つ野球、これをやっていきます。で、相手なんですが総合戦力 B 武田高校、まあ強そうですね。で、1番の、先発投手陣の速球は152、カーブの変化量が6ありますね。まあ、せっかくなんで打者も見ておきましょう。伊集君で合ってるかな、呼び方ですけど。ミートが70ありますね。まあ、そこそこ強いかな。同へ。4番は田口。これ田口そうではないけど、田口そうクラスの強さですね。バランスがすごくいい。坂倉くんも強いですね。沢崎。走塁は低いけど、他はバランスが高い。米野。ミートパワー60超えてます。で、8番栗田くんですね。で、蓮見。早球 B か。肩は C だったら走れるかもしれない。ちょっとこの辺は頭に入れておきましょう。では、早速ですが、まずはね、前田がホームランをぶちかましてくれれば、一番早いからね。カメラワークが変わってる甲子園に来て。さあ、先制点が欲しい。ワンアウトランナーなし、4回の表です。ここも引っ張りでいきます。少し詰まった当たりかな。まあ、ここまで来ると魔物なしでエラーは期待できないかなとは思うので、こっちがねミスで点を上げないように気をつけましょう。さあ、1番田代くんからですね。ここはどうする、ヒットエンドランでもかける。お、これは大きい当たりだ。落ちるか、落ちないか。いやー、もしね5点になってたらすごいいいシーンになったかなと思うんですけど、残念ですね。ここは帰ってこれないよな。稲葉がいいバッティングしてくれましたけどね。ここはミート説教打法で1点を取りに行く。前田がタイムリー、これは入るぞ。
前田のスリーラン。ミート打ち重視でお願いしててもちゃんと甘い球が来たらねホームランにしてくれますね前田、さすがだな。はい、2点を返された8回の裏、なおワンアウトランナー1塁、点差3点差です。これ以上点差を縮められると心臓に悪いのでここで切っていきましょう。まあ、払いは速球も150キロ超えてますし、ナックルカーブとかね遅い系のボールも持ってるので基本的には緩急をね、織り交ぜたピッチングを見せてもらいたいなというところです。伝令を出しましょう。もうここまで来るとねサヨナラの恐怖しかないので、まず先頭打者を切る。で新井君がギブなんで、ここは2枚看板のもう一つ藤村を出しましょう。藤村と原井くんはそんなに能力的な差はないのでガタッとね、落ちるようなピッチャーではないです。なので安心して出せます。これがね能力的にかなり落ちる投手を出さなきゃいけないっていう状況になるとドキッとしちゃうんですけど、まあ、そういうねピッチャーではないので、まあ、安心して出せますね。よし、これで甲子園の1回戦突破ですね。ドキッとしましたけど突破です。では甲子園の2回戦目になります。今回も張り切りボーイは前田くんが選べたので前田を選んであります。前田はね決勝スリーラン打ってくれてますからね前回の戦いで。では相手の情報も確認していきます。戦力分析から総合戦力 B、まあ、甲子園出てくるようなチームは総合戦力はやっぱり B ですね、最低でも。で投手も見ておきます。西澤くん、速球が147キロ、カーブとシンカーが、これといって際立ったピッチャーではないので、早めに打ち崩したいかな。で、1番キャッチャー松本。ああ、強肩、守備もいい。打てる。キャッチャーですね。2番、長坂、長坂、どっちだろう。バランスがすごくいいな。ミートもパワーも高い。で、木村。ミートが78、パワーももう B に乗ろうかっていうような、そんな選手ですね。で、ホークス行って、ジャイアンツ行った、小久保ですね。パワーヒッター、威圧感持ってるね。パワーが75。堀川くんも能力高いね。で、森内。ここまで来ると、どの選手も強いなっていう感じがしますね。まあ、せっかくなんで、我々のチームをもう一回見ておくと、こんな感じのチームになってます。稲葉がもう少し覚醒してくれるとね、だいぶ変わってくるかなというふうには思っています。まあ、上位打線はね、すごく自信持ってるんですけど、7、8がね、そんなに打てる選手たちではないので、できれば上位打線でね、点を取っておきたいかなというふうには思います。さあ、ワンアウトランナーが2塁。1点ビハインドという場面ですね。ここはミート対応積極打法で、流し打ちランナーを三塁に進めたい。よし、まあ、最低限の仕事はしてくれましたね。で稲葉よ、ここでできればタイムリーが欲しい。タイムリーが欲しいけど稲葉の足でどう、アウトだな。できればね点が欲しかった場面ですね。早めに追いつきたいですからね。前田はここはセカンドライナー。さあ1点追加点をね献上した形、点差2点で4番の小久保、ここで打たれてしまうとゲームが決まってしまうっていう場面なんですが、ここは前田が落下点ですね。2点差で、あと8回9回と攻撃に入ります。ワンアウトランナーが1塁。ここはもう使っていきましょう。前田の一発、いい当たり、あー
当たりが良すぎてゲッツーだなまあ、角度がついていれば、まあホームランになっているようなそういう当たりだったとは思います。4番の中村、まあ、広角に打てるんですがここは引っ張りでいきましょう。出てほしいな。ボテボテの当たりだ。この当たりだと中村なしだとさすがにね内野安打にはならないですね。で小回転ですね。これは落ちるな。よし、まずはランナーが出ることが重要なので、この先6番小川くんか。満塁男にイブシギン。小川くんもね一発打てる。危ない。で岩下か。岩下のところは代打を出しましょう。やる気がなさすぎる。船木パワー B。ちょっと待ってね、ピンチヒッターのピンチヒッターってありかな。佐田くんがいるんだよね。パワー A、 佐田くんにする。ピンチヒッターのピンチヒッター。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。で流し打ち、これはダメだ。いやー甲子園は2回戦止まりか。まあいい試合はしたと思うんですけどね。中村が1回に先制ツーラン打ってくれた後追加点が取れなかったんですね。はい、というところで甲子園はね2回戦で敗退ですが、まあ、3年生が抜けてしまう穴を、まあ、どう、まあ、塞いで埋めて、2年生1年生が頑張ってくれるかというところになるかと思います。では今回少し短いですがここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。